皆さんこんにちは、桜餅カンタです。満を持してボイドワームテックワイバーンテーマに挑戦したいと思います。まあ、一個ずつ確認していきましょうか。まずスポーンする位置、これらは宇宙クジラと同じこの宇宙空間ですね。ここにしか湧かないです。で、テームする際に用いる餌、これは変異源です。これですね、上位互換の方のここで採掘できる変異源を800集めて、化学作業台で6個のこの変異源に作成できる、これですね、これを餌にしてテームします。で、ボイドワームさんなんですが、どうやって餌を与えるかっていうと、まず体力を減らさないといけないんです。だいたい10分の1ぐらいなんですけど、このやり方がね、まあいろいろ試したんですが、この宇宙イルカアストロデルフィスで削るのが一番ベストですね、今のところ。まあ、なのでね、ボイドワームをテームするには、まずこの宇宙クジラをテームしてサドルをゲットしてくるっていうのが最短なのではないかなと、一番簡単なのではないかなと思ってます。なのでまあね、宇宙クジラとこのサドルの入手法についてはまあ前の動画を参照していただくとして、今回この子のテームに宇宙イルカアストロデルフィス使っていきたいと思います。まあ、どうやって体力を削るかって、もう後ろについてチク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 するだけです。で、ヘレナで残りの体力を見ながら、今いくつだ、3700ぐらいだね。まあ残りの体力が、まあ、200ぐらいになるまでこれでちま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 やっていきます。ちなみになんですけど、このボイドワームは宇宙空間じゃないとテームできないです。なのでこの辺宇宙空間じゃないから、この辺に入られるとテームできなくなっちゃうんですよね。それは避けたいところです。できる限りこういうところから離したいんですけど、なんかあの中にある建造物にタゲが入ってて、どうにもこうにもこの中に行っちゃいますね。あー、壊された。ちなみになんですが、このボイドワーム構造物の破壊がめちゃくちゃ得意です。雷ブレスで生物にダメージは入らないんですけど、構造物にはダメージ入ります。それもかなりでかいダメージが入ります。なのでトラップは、ほらこれとかもね、トラップにはめてテームしようっていうのは僕最初考えたんですけど、まあ無理ですね。トラップにはめてテームっていうのはもう無理だと思った方がいいです。あ、もう壊れましたね。これも残りの体力は500、もうちょっと削りましょう。残り200ぐらいまで削っときましょう。もう一発ぐらい当てようかな。はい、じゃあもうこれで準備は整ってるはず。ああほら、構造物ここにトラップあったんですけど、今これ一瞬でだいぶ壊されましたね。よし、じゃあ乗る準備はある程度整ってるんですけど、なぜか生身でも一発入れないと乗れないことが多いです。体力的には十分 OK のはずなんです。やっぱ乗れないですね。はい、ワンパン入れました。あー、しびれる。2発入れた。あー、まだ乗れないな。あ、乗れます。はい、乗るとスロットバーの上のところにデュアリングバレルロールトゥーテイム出てます。これがね、白くなった時にいい気を押すって覚えとけば OK です。まあ、バレルロールした時に餌食わせろってことなんですけどね。これで OK。 あとはこれを繰り返していけば、右下に出てると思うんですけど、テイムのゲージが上がっていくと。はい、まあ、ただこんな感じでね、もう下ろされるんですよね。ブレスする時とかに降りるのかな、なんかね、理由は不明なんですけど、たびたび下ろされます。なので下ろされた時には再度乗る、まあ、これを繰り返すのみですね。はい、と。あ、また降りた。まあ幸いなことにテックスーツがあるので
もう一回乗ること自体はそんなに難しくないです。下ろされても右下の、テーム効果の方も、ま、とりあえず下がってないですしね。ちょっと結果を見るまでは何とも言い難いとこではあるんですけど、下ろされた。まあ、こうやって下ろされてもフォローをかけてついてきてくれてるうちの子にタゲが言ってくれるので割とすぐ乗れます。あ、雨通りだ。はい、うちの子に今プレスしてますね。殺された。乗れなくなりましたね。これ乗れなくなったっていうことは体力が多分回復してきてしまってもう一回削らなきゃいけなくなったんだと思うんですよ。あー、もうやばいね。なんでもう一回削って乗る。一回体力を回復してからだと伸びが悪い気がしますね。なんかテーム完了。さてレベルは110なのでテームボーナスめちゃくちゃ下がってますね。多分なんだけど途中で体力が回復しきっちゃったせいなんじゃないかなって思うんですよね。もう一回挑戦してみようかと思います。あれからしばらくやってたんですけど分かったことがあります。まずボイドワームの体力を削るのはやっぱりそれはね宇宙クジラ、あの子が一番いい、あの子が一番やりやすいですね。でこういう構造物があればまあこのテックライフル人間だけども特に問題はないですね。よっと。でもってほらほらこんな感じでさ構造物があったらボイドワームのブレス当たんないんですよ。これ阻害されるから。で装備はテックじゃなくて金属装備、これね、これがいいです。もう硬さが重要です。もうねここちょっと位置悪いな。もうちょっといい感じの地形だったらこっちだけ一方的に撃てるんですよね。おっとおっと、あ、危ない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 。こことか撃てるんじゃないか。ほらほらほら、こんな感じ、こんな感じで削るのも OK で、だいたいある程度削ったら、あ、もうこれ最後ぐらいまで削れそうだね。 OK、 もう一発ぐらいやっとけ。で、乗る。乗れなかった。まあブレス当たるんだけど当たりながらゴリ押し乗れます。大体乗れます。で乗ってからメディカルブリューで回復で、まああと一緒っすね。あとはもうひたすら与えるのみ。降ろされたらなるべく上方向に行く。上方向に行って頭上を取って上から乗る。 OK。で体力回復してきてしまうと騎乗できなくなっちゃうからそれだけ気をつけないといけないね。ヘルスの確認しとこう。まあ、一発ぐらいかませるな。えい、乗れなかった。乗れなかったけどまあ大丈夫。当たりながらも乗る。 OK。
ちょっと次ぐらいは残りのヘルス見ようか。一発かませるね。えい。あー乗れなかった。オッケー乗れた。で装備もちょっとある程度変えておくと。殺された。おっ、あれ乗れ、降りちゃった。これ降りることによってー自分で降りちゃうとテーム効果がね多分下がっちゃうと思うね。よーし、テーム完了しました。レベル59。レベル低くなっちゃってるな。多分自分で降りたのが原因かな。というわけでボイドワームテーム編でした。もっと画期的なやり方等ねあればお伝えしていきたいと思います。今後の続報に期待あれといったところで今回のテーム編は終わりにしたいと思います。どうしたらテーム効果 100% を保てるんでしょうね。なんともかんともそこそこの値 70-80% ぐらいはまあいけてるのかなって思ったんですけど、レベル50の子が70ちょいぐらいか。ぜひね150のボイドワーム出てきたらテーム効果 100% でテームしたいですもんね。というわけでね、皆さんの情報もお待ちしております。ではでは、本日のところはこの辺にておしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらまた見てね。バイバーイ。